こんにちは、フキトです、今日はですね、英語で読む村上春樹ということで、村上春樹作品のね、書き出しをちょっと英語で読んでみるという試みをやりたいと思います。で、まあ、最初にですね、なんで日本人作家の作品を英語で読まなきゃいけないのって思う方もいると思うので説明しておきますと、村上春樹ってすごいアメリカ文学に影響を受けてるんですよね。まあ、例えばレイモンド・チャンドラーとか、まあ、スコット・フィッツジラルド、あとはまあカート・ボネガットとか、まあ、彼だって村上春樹がすごい影響を受けたってことで有名ですけど、彼だってアメリカの出身の作家なんですよね。なので、まあ彼の作品自体がやっぱり英語とね、親和性が高いんじゃないかと思うんですよね。まあ、あともう一つは、まあ、彼の文体ってやっぱりちょっと特殊というか、やっぱり人によってはこう受け付けないかったりとか、ちょっと臭い言い回しとかが多かったりするじゃないですか。でもそれも英語で読むと結構軽減されるというか、また違った角度からね、楽しめたりするので、まあちょっとこういう企画をね、やりたいなと思います。はい。で、今回ですね、読んでいく作品は村上春樹のデビュー作である、風の歌を聴けですね。ちょっとね、軽く作品の紹介をしたいんですけども、1979年の作品で、村上春樹の初著作でありデビュー作ですね。で、まあ、1973年のピンボールと羊をめぐる冒険っていうのと合わせて青春三部作っていうふうに呼ばれたりもします。で、この風の歌を聴けって作品で彼は、文芸誌の、群像で新人賞を受賞して、まあ、小説家としてデビューすると。この小説、まあ、有名な話なんですけど、最初英語で村上春樹書いたんですよね。まあ、なんでそんなことしたのかっていうと、やっぱり最初日本語で書き始めた時になかなか筆が乗らなくて書けなかったので、自分が普段慣れ親しんでるアメリカ文学の文体でなんていうか書いてみたっていうことだと思うんですけど、なので彼の文章のやっぱ印象というのが、まあ、翻訳小説とかの文体に似てるとかって言われたりするのは、まあこういう理由があります。で、早速ですね、書き出しの方をまず日本語で読んでみたいと思います。では読んでみましょう。完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。僕が大学生の頃、偶然に知り合った作家は僕に向かってそう言った。僕がその本当の意味を理解できたのはずっと後のことだったが、少なくともそれをある種の慰めと取ることも可能であった。完璧な文章なんて存在しないと。はい、これがですね、日本語の書き出しになります。まあ、非常に有名なところなので、まあ、村上春樹ファンだったら読んだことがあると思うんですが、はい、それではちょっとですね、英語で読んでみたいと思います。 There's no such thing as perfect piece of writing, just as there is no such thing as perfect despair. So said a writer I bumped into back when I was a university studentIt wasn't until much later that I could grasp his own meaning, but I still found consolation in his words, that there is no such thing as perfect writing. というふうになってます。はい。まあ、発音はご愛嬌という感じなんですが、風の歌を聴けというタイトルはですね、Hear the Wind Sing というタイトルになっていますね。まあ、ちょっとですね、英語のね、解説なんかもしていきたいなと思います。まあ、最初の文なんですけども、There is no such thing as a perfect piece of writing ということで、まあ、such A as B っていうのは、B のような A という意味なので、まあ、完璧な文章といったものっていうのは存在しない。まあそのままですよね。まあ、元の日本語の文章はそのままだと思うんですが、で次 just as と始まって、ここは一旦文章切れてるんですけども、まあ、普通であれば前の文章をつなげて書くところですよね。リズム感的に、まあえて切っているということだと思うんですけど、で、as はほにゃららなようにという、この場合接続詞ですが、で、まあ、完璧な絶望が存在しないように、まあ、この辺は、まあ、村上春樹節っていう感じですよね。彼独特の比喩表現というか。で、 So said a writer ですけども、まあ、ここはよく小説とかで誰々はそう言ったっていう時に said とか say を先に書いて、その後に主語を書くっていうのよくありますよね。ここもそうで、 So said っていうのは、まあ、その前の文章を、まあ、言った。で、 A writer、 ある作家が、で、まあ、ここは関係代名詞で I bumped into、 まあ、偶然出会ったっていうことですけど、で、 Back when I was a university student、 僕が大学生だった時ってことですよね。で、 It wasn't until much later that I could grasp his full meaning なんですが、まあ、これは強調構文になってますね。
It is ほにゃららで that の形ですね。で、まあ、元の形に直すと I could not grasp his full meaning until much later ですね。つまりこれ not until という構文になってます。で、not until っていうのはほにゃららになって初めてほにゃららするっていうことです。つまりここだと後になって初めて彼の言ったことの意味が分かったっていうことですね。はい、でちょっと細かいところになるんですけど、could grasp って書いてあって、で、まあ、すごい英語ができる人だったら、なんか could が気持ち悪いって感じる人いると思うんですよ。つまりどういうことかというと、could って can の過去ですよね。で、can はできるなので、could はできたっていうことなんですけど、ただ could の難しいのは、実際にやった場合は could って使えないんですよね。例えば、昨日電車に乗ることができたっていうのは could では言えないんです。なんでかっていうと、could が表すのは能力なんですね。例えば10年前英語を話すことができた、 could speak English ってのは言えるんですよ。ただ実際にその行為を行った場合っていうのは could は使えなくて、まあ、was able to とかを使うんですね。まあ、なので could grasp his full meaning ってちょっと気持ち悪いなって思うわけですけど、まあ、これ元々の文がこれ強調構文になってるんで、元々の文は could not grasp なの で否定文だと could はねどっちでも使えるんで、まあ、問題ないっていうことなんですよね。まあ、ちょっと細かいところでした。で、次が、But I still found consolation in his words. 彼の言葉の中に consolation、慰めっていうのを見出すことも買ってきた。で、There is no such thing as perfect writing. 完璧な文章は存在しないともう一度言うと。やっぱりもともと英語なだけあってか、こう、英文英訳でも違和感なく感じられますよね。はい、まあ、原文自体が日本語ならではの表現とか言い回しっていうのがあまりなくて、結構淡々とした文章なので違和感なく訳せていいのかなっていう気がします。まあ、日本語でよくあるのはこう主語が省略されたりとか、そういう言い回しなんですけども、まあ、この文章はですね、まあ、曖昧なところっていうのがあんまりない文章になってますよね。まあ、英語訳者の人もですね、訳しやすかったんじゃないかなと思います。で、英文の難易度もですね、さほど高くないので、まあ、高校英語ぐらいの程度の知識があれば、まあ、さほど苦労せずに読めるんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうかね。はい、ちょっと短めの動画になったと思うんですけども、僕は結構英語は好きで勉強したりしてるんですけど、まあ、やっぱり一つのコツがあるとしたら、もうすでに日本語で読んだことがある本を英語で読むっていうとすごく勉強になるんですよ。やっぱり一から知らない本を英語で読もうとすると、やっぱ新しい情報も多かったりとかして、どうしても読むのが大変なんですよね。一度読んだことあればどういうことが書いてあるのかってある程度頭にあるので、まあ、ちょっと調べるだけで結構読めるんですよ。まあ、あともう一つあるとすれば、今回やったみたいに日本人作家の英訳とかを読んでみると、やっぱりもともと日本語なのですごい頭にスッと入ってくるんですよね。まあ、例えばアメリカとかだと、例えば急に聖書を引用したりとか、聖書の言葉とか引用したり、そういうことってアメリカとか文があると思うんですけど、まあ日本の文があるとはまずないので、そういう文化的なに分かりづらいところとかもやっぱり少ないので、まあかなり勉強になるんじゃないかなっていうのは個人的な考えですね。まあ今回村上春樹作品読んでみたんですけど、まあ他の作品もね、書き出しだけ読んでみるっていうのをやりたいなと思っているので、それもね楽しみにしていただけたらなと思います。はい、この動画が少しでもいいと思ったら、高評価と、チャンネル登録をねよろしくお願いします。それでは。